はい、どうも、はい、よろしく、よろしく。みんな色が違う、はい、みんな色が違います。今日踊ります、ダンサーのレントです。よろしくお願いします。いっぱいお写真に今だったら全然 OK なの。ありがとう。じゃあどんなところだ、はい、ステージよね。ステージはこんな感じです、うん、まだ何もいない、誰もいない。これから、このお姉ちゃんが立つからって舞台の感じはこんな風になってます。客席の感じが一番前の席がこんな感じで、2列目倒さないようにしよう、2列目で、3列目でラスがこんな感じ。あんまり広くないんだね。かわいい衣装、かっこいい衣装着てますんでね、あのそれをじゃんじゃんバンバン撮っていただきまして、はい、はい、ご自身のやられてる SNS、はい、上げていただきますと僕ら喜びますので、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、はい、チェンジ校4点目、私たち大きなダンス、大きなお衣装でパフォーマンスさせていただきます。パフォーマンスなのでテーブルの上にあるものをご自身の方に寄せていただくようお願いいたします。すいません、お姉ちゃんちょっと聞いたの10秒、あと10、9、ね、お客様初めての方もいらっしゃいますね。あのダンサーの自己紹介カードなんかね、あの机の上に置いてますんでね、それなんか私たちは鹿児島県出身ですよとか他の県出身の子もいっぱいいますんで、またショーが終わりましたらご挨拶つきますからね、はい、それも見ていただければと思います。はい、それでは準備ができたということで早速招待を始めていきたいと思います。はい、私たちの横浜舞、お客様のラケット、大きな手伝いよろしくお願いいたします。それでは行きますよ、せーの、横浜舞ラケット、じゃあ行きましょう、せーの、いらっしゃいませ。いつもね、銀座の母などたくさんのモノマネでショーを盛り上げてくださいました。こちら CD、 イエーイ。まずはこちらのダンサー大勢、はい、大勢さん、前半にございましたバーンという戦をテーマにしたナンバーで赤い甲冑を身にまとった武士の役、かっこよく決めてくださいました。こちら大勢、イエーイ大勢。はい、大勢さん、お気持ちいただいております。はい、大勢さんですね、アミン、はい、アニー君、後半にございましたボディースペシャルというナンバーでロックスターのような風貌で明るく楽しくショーを盛り上げてくださいました。こちらアニー、アニー、イエーイアニー、はい、レンちゃん、後半にございました正解というナンバーで友との青春に思いを馳せる女学生の役、素敵に演じてくださいました。こちらレン、レンちゃん、お気持ちいただいております。はい、レンちゃん、今回は演じる系ナンバーをメインにやっておりましたが、彼女ね、実は新体操をやっておりましたのでアクロバットなんかもとても得意な彼女でございます。今回はね、フィナーレ前のナンバーでね、リボンを披露してくださっておりましたが、ボールだったりフープだったりいろいろねこなせる彼女でございます。レンちゃんでした。